こそ我ら蒼天騎士の真の力を見せる時ぞ。かかってくるがいい、光の使徒よ。永遠の神となった私が闇の者もろとも光の使徒をも切り伏せてくれる。そして全ての人に祝福を与え、清らかなる生徒に作り変え、恒久の平和を授けよ。神を肯定し、その力を宿した我が聖剣と、神を否定し、その力を捨てた貴様の刃、この混沌の時代に世がどちらを求めているか確かめようではないか。
とは。千年だぞ。長き祈りの声と竜の目でさえ及ばぬというのか。貴様は一体何者なのだ。